今日午前0時時点で、本島内11のダムの貯水率は53.6%。平年値を24.6ポイントも下回り、今後も小雨傾向が続くと予想されていて、来月中旬には50%を下回る見込みです。貯水率が50%を下回れば、県は厳しい判断を迫られることになります。 中部水源からの取水制限については、えー、継続をしていきたいと思いますけれども、ただ、渇水状況が悪化した場合には、取水の再開を検討せざるを得ないのではないかというように考えております本島では、アメリカ軍基地周辺を流れる本島中部の河川や湧き水での PFAS 検出が問題になって以降。 中部の水源からの取水を止め水道用水の大半をダムの水に依存してきましたしかし今後もまとまった雨が期待できないことから取水率が50%を下回ると予想されている来月中旬には中部水源からの取水を再開することが検討されています取水を再開すれば 消費量の一割近い水を供給することが可能で滑水を当面先送りすることが可能になります浄水後に供給される水から検出される PFAS は国の暫定目標値を下回るということですが有害性が指摘される PFAS 旺成に対する県民の不安は根強く県は水不足への対応と健康不安の払拭の両睨みで 対応にあたることになります。